はい、皆さんご無沙汰してます。ガリからマッチョを目指していた達也です。ご視聴ありがとうございます。最近全然投稿してなかったんですけれども、それはバイクに乗りながら話した動画でも少しご説明させてもらった通り、体重の増加と体調不良がどうしてもセットで来てしまうから、自分は今75、6キロなんですけれども、身長188から考えるとまだ痩せてるんですが、非常に体調がいいので今ここでも満足している状態です。で、自分と今同じ健康状態にいる人っていうのは、自分が十何キロ痩せてた時とはもう考えられないんですけど、起床した時にものすごく気持ちがいい、すがすがしい気持ちになってると思うんですね。で、自分はずっと体調が悪かったもんですから、朝っていうのはもうだるいもんだと思ってたんです。ずっと朝っていうのはもうとにかくしんどい、ずっと朝なんか来なきゃいいのにっていうものだと思ってたんですけど、本来きちんと寝れている人、体調がいい人っていうのは朝めちゃめちゃ気持ちがいい。で、それを気づいたっていうのがあって、で、今ですね、今そういう状態なもんですから、これを維持したいっていうのがあって、これ以上体重を増やそうとするとどうしてもまた鼻炎が復活してきてしまって、このいたちごっこでですね、で、今ちょっとやめてたっていう状況です。で、まあ本題なんですけど、昔から自分は体調が良くない方だっていうのはすごくこう子供ながらに感じていて、なんかこう先生の話聞いててもいまいち理解できなかったり、落ち着きがなかったり、一人よりも体の成長が遅かったり、なんかそういうのが結構あったんですね。で、社会人になってから病院に行きました。それは体調を良くしたいから行ったんですけども、先生になんかもっと健康になる方法を教えてくださいと僕は言ったんです。だけどもちょっと先生は自分の言われてる言ったことが意味が分からなかったみたいで、なんか病気なの健康なのみたいな、茶化しではないよねみたいなスタンスで構えで来られて、まさか違うと。で、自分は健康と病気の間にはもっといろんなランクがあって、アナログ的なもので、自分は今すごい病気に近いところにいる、そんな気がするんですっていう話を先生にしたんですけど、先生はもう健康と病気のどっちかだと思うみたいなことをこう何回も言ってくる方で、結局何も得られなくて帰るということがありました。自分で何とかするしかないと。自分の場合はそれは読書で、まあいろいろと紹介したい本もありますし、これまで紹介したのもあるんですけど、ただ一冊あげるんだったら最強の食事っていう本だと思います。結局は友人が最終的に教えてくれたんですけど、自分は慢性鼻炎だと知ることになるんですね。それまで鼻呼吸なんていうのはしたことなくて、多分生まれてこの方したことなくて、鼻で呼吸できるっていうのはこう才能みたいなもんだと思ってたんです。ちょっと今日詰まってますけど、でもやっぱり鼻で呼吸した方がすがすがしい感じになるんですよ。口だとなんかこう脳が働く感じがしないんですけど、鼻だと鼻で吸って口から出すと脳に何かが行く感じがあるんですよ。で、すごい頭が働くっていうか。で、友人の勧めで試しに点鼻薬を使ってみました。その時は市販のナザールっていう商品だったと思うんですけど、で、点鼻薬を使って思ったのは、世の中匂いだらけなんだなっていうのに20後半で初めて知りました。で、ちょっとして食事取った後に点鼻薬使って鼻通通でも、食事を取るとまた鼻炎が最強レベルに復活する。1回使ったら6時間ぐらいスースーするんですけど、本来だったら、ただした後に点鼻薬した後に食事を取るとその6時間分はもう失われてしまって、もう鼻がすごい詰まるということに気がついて、これなんか不調の原因って食事なんじゃないかなっていうのに気がつきました。で、今の自分のこの考え方っていうのは、厚生労働省のサイト上読む限り、彼らとしては食事っていうのはミクロ栄養素マクロ栄養素をきちんとバランスよくとっていれば何から取ろうがあまり関係はないみたいな考え方なんですよ。だけど自分の体では、例えば白米だともうお腹にガスが溜まってしまって、もう何ですかね、おならしたくなっちゃって仕事に集中できなかったり、図書館なんてもう絶対行けないですよ、集中できない、おならしてプーッとか言ってね、迷惑じゃないですか。その5分おきぐらいにおならが出ちゃうから、勉強したくても図書館に行けないと。で、あと他にもそのおならとか我慢してると、もうものすごい吹き出物、顔とか背中にもできたり、あと気分もなんか苛立つ感じがしたりしていて、白米だとそうなるんですけど、玄米だとならないっていうことに気がつきました。玄米だと食べた後に幸福感とかも感じます。食事をした意味みたいのを玄米だと自分は体で感じることができるんですけど、
白米の場合はただ体が重くなって眠くなってるだけで、でぼーっとするし、食べない方が良かったんじゃないかって、今俺また不健康に近づいたんじゃないだろうかって思うぐらい白米だといいことがないんですけど、玄米の場合はパワーがみなぎってくる感じ、なんか張ってくる感じがあります、体が。同様にサラダ油で例えば卵焼きを作っても食べた意味みたいなあんま感じたことはなかったんです。ただ食事だから取らないと、人間だから死んじゃうから食べるみたいな。それをまあ最強の食事また出てきますけど、サラダ油をやめてバターにして、バターで卵焼きを作って食べたところ、手がこうずっと冷え性だったんですけど、末端のそうどんどんあったかくなっていく感じがして、食事をした効果っていうのは、その食事が自分に合ってるか合ってないかで全然違うんじゃないかなっていう気がしてます。そんなことを繰り返しているうちに鼻炎のレベルがどんどん下がっていって、鼻炎自体をコントロールできるようになりました。平日は鼻炎だと仕事に集中できないんで、もう極力玄米だけ食べるとか意識することでコントロールできるようになったんですね。でそうすると面白いのが、自分のなんか知能が上がったような感覚があって、まず読書が苦痛じゃなくなりました。で楽しくなって貪るように読みました。で自分がこう詰め込んで、読書で詰め込んでた知識がどこまで通用するものなのか、なんかテストを受ける機会が欲しいと思うようになって、テストを受ける機会がないことを悲しいと思う自分、感情が芽生えるなんてびっくりだったんですけど、何か試練が欲しいと思って、自分が選んだのは公務員試験で、国家、県庁、あと基礎自治体、試験の3ヶ月前から勉強して、その1回目は全部落ちたんですね。一次試験で全部落ちました。筆記で全部落ちました。そこから1年間図書館に引きこもって勉強して、もうおなら制御できてますから、図書館に引きこもって勉強して、受けた結果防衛省の幹部候補だけ落ちたんですけど、他は全部受かりました。一次試験ですよ。でそれでまたなんかこう自分がやってきたこと間違いないんじゃないかなっていう、こう自信を深めたりとかして、自分は国土交通省のとある外局で4年間働いたんですけど、いろいろと思うところがあってもう辞めてるんですが、今いろんな筋トレ系 YouTuber がおすすめのプロテインとかサプリメントを勧めてると思うんですけども、もともとガリからスタートする人っていうのはこれを吸収できない体だと思うんですよ、このいい商品をですね。それ自体が悪いとは言うつもりは全くないです。で自分の考え方としては、こうお口から食道、胃、小腸、大腸、お尻までは一本の管っていう考え方をしていて、でこの管はまだ体内ではないわけです。おにぎりを食べてもそれはまだ体内に入れたわけではなくて、こう管に入れただけで、管からこうじわっと体内に入れてってあげないといけない。でその作業がうまくできない人がガリガリな人なのかなと思ってて、でこの管の調子を整えてあげるっていう考え方を自分はちょっと提唱してるっていうとおこがましいですけど、すごい信じてて、管の調子を悪くするものが人によって違うと。でおそらくそれは現代の医学でも人によって違いすぎて解明できてないんだと思います。で自分の場合は白米で起きるんですよ。信じられないんですけど、白米食べると昔の自分になってしまうんです。バカな自分に、何も制御できない、勉強なんて絶対できない。だからもしあなたが今日からマッチョを目指すんだったら、まずは自分にとっての毒を避ける、自分にとっての毒を把握する、そこからがスタートだと思います。それを把握してたらどんどん体の調子が上がってくるはずなんで、その時に、どっか並行してそのプロテインとかサプリメントを取っていけば効率がいいのかなと。逆に今あなたが体の不調を感じている段階で、何しても太れないっていう段階でプロテインとか取っても吸収できない、管から吸収できない、ただお腹の調子を悪くして、要は管の調子を悪くして終了っていう、もう本当お金の無駄だと思うんで、まずは何回も言いますけど、自分にとっての毒を知る、でその毒を避け続ける、これだけで基本的に体の調子って上がってくると思うんで、病気の方とかちょっと分かんないです、ちょっと例外はあると思うんですけど、健康と病気の間にいる人だったらまだこう全然盛り返せるというか、お伝えしたかったです。自分としては少しこうもうこっち寄りに行ってもいいから、なんか最初ジョコビッチの体を目指すとか言ってたのを思い出して、もう一回ちょっと体の調子が悪くなったとしても体を大きくしていきたいなっていう気持ちに今なってて、決意表明的な動画です。それではまたお会いしましょう。